一日の降落は、チャーリー・チャップリンのファーストナショナル社における4作目の映画。チャップリンは、当時すでに大作、キッドの撮影に取り掛かっていたが、本作は撮影の中断期間中に、旧ごしらえで制作された2巻ものである。内容は、チャップリンと妻、そして子供たちが降落に出かけ、いろいろなことがうまくいかない様子を描いたもの。妻役は、エドナ・パーバイアンスで、 子供たちのうち、末っ子の男の子を、ジャッキー・クーガンが演じている。映画冒頭で、チャップリンが自動車のエンジンをかけようと苦労する場面は、チャップリンスタジオの前で撮影された。1日の降落は、チャップリンのファーストナショナル社時代の、全作品中、最も印象の薄いものとみなされている。当時の批評家たちも、本作についてはあまり反応していなかった。 公開当時のニューヨークタイムズでは他のコメディアンより面白いところがほとんどないと評されている。しかしチャップリンはキッとを秘めていたため批評向きにしていなかったと自伝で回想している。ありがとうございます。